って叫ぶじゃないですか、うんうん、それ何回か出てくるじゃないですか、うん、1話で、うん、あれってアドリブですか。いや台本に書いてあった。桃って全部書いてた。みんな書いてた、書いてたよね。いや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 ないですよね。あれないっけ、書いてなかった なんでしれっと台本台本の整理しようか。一番アドリブ入れますよね。あ、アドリブって聞こえが悪いけど、ほら、なんとなくほら、擬音が書いてあったりするとさ、どうしたらいいか分かんないから、じゃあ分かりやすくしようかなと思っただけで、ね、なんだよ、そのしれっとした目は。そんなことないっすよ。いや、だからたまにはさ、そういう、なんか、思いもがけない面白いことも起こるじゃない。まあまあまあ。ファーストシーズンだったら、俺、あんなにオートロキングがフィーチャーされると思わなかったからさ。あれ、LINE スタンプのやつにも使われましたもんね。そう、オートロキング？オートロキング。そう。アドリブが LINE スタンプになっちゃうってすごくないですか。俺あれ絶対怒られると思ってやったもん。あ、来た、これでこれこれこれ、きっとじゃあ桃も LINE スタンプになりますかね。なるかな。桃、ね、いや、どうやってあの雰囲気をさ、鼻血ブーにつなげればいいんだろうと思ったら桃しかないかなと思って。その発想が福山さんらしいです。まあ昭和だよね。